元気ですか？三好英二です。また君とお話できるね。今日は何から話そうかな。この前君と話してから、この次はこのこともあれもいっぱい話そうと思ってたんだけど、こうやって改めて話そうと思うと、もういろいろ話しちゃったみたいで何を話していいかわからない。まあもう思いつくまま話すから気楽に喋ろうね。もう友達だから。もう君は知ってると思うけど、僕が一番弱いのなんだかわかる？苦手なもの。それはね、朝早く起こされること。これが一番辛いんだ。君はパッと起きられる？朝。僕はどっちかっていうと、夜遅いのは大丈夫なんだけど、朝が全然ダメなんだ。だからってだらしがないわけじゃないんだよ。自分の部屋なんかちゃんと自分で整理するし、他の男の子の部屋に比べたら、綺麗になってる方だと思うよ。どういうのかな、人間にはね、朝型と夜型があるんだって。僕は完全に夜型なんだね。血圧の低い人は夜型が多いんだって。朝ね、起きてからエンジンがかかるまで時間がかかるんだ。本当の話らしいよ。それからね、僕の夢っていうのかな、今すごく欲しいもの、将来の夢だね。お母さんにね、庭のある家を建ててあげたいんだ。だいたいお母さんは草むしりが大好きだから、庭に木だとか花だとかあんまり植えないで、草がボーボー生えるように、小さくていいから、そんな庭のある日本的な静かな家が欲しい。それから僕自身の夢は、仕事を離れて一人でのんびり旅行をしたいな。一番行ってみたいところは、すごく寒がり屋のくせにアラスカへ行きたいんだ。アラスカ行って思いっきりスキーをして、それから山小屋みたいなところに泊まって、僕はランプが好きだから、その電気なんかつけないでランプをいっぱいぶら下げて、ランプの光を眺めていたいな。それからアラスカ行ったら、朝は寝たいだけ寝て、もう何日も何日も退屈しちゃうかもしれないけど、のんびりしていたいな。一度でいいからそんなことやってみたい。なんか僕の勝手なことばっかり喋ったけど、今度会った時には君の夢なんかも僕に教えてね。もうあんまり時間ないんだけど、最後に僕からお願い。これからも、君のためにいい歌をたくさん歌うから、いつまでも応援してね。それじゃあまた、この次会えるまで元気でね。さようなら。